書中お見舞い申し上げます。大変暑い日が続きます。私の部屋の窓の外にはたくさんひまわりが咲いてます。去年の夏にあなたからいただいたひまわりの種が今年は咲いたのです。窓辺に涼しい風と一緒に花の匂いが流れてきます。あなたの妹さんともみさんでしたね。この前宮崎の町で見かけました。声をかけようかと思ったのですけど、思えば彼女は私を知りません。ああ懐かしさが胸の中を巡ります。一年ぶりのあなたの顔が見たい。どうぞ一度遊びに来てください。今日から毎日連絡待ってます。そうそう母もひまわりを眺めてはひとしくんに会いたいねと言ってました。そろそろお日様も沈み始めました。どうぞお体を大切に。今日から毎日お返事待ってます。かしこ。